こんばんは風花未来です今回は風花窓科大学の開校のご挨拶をさせていただきますありがとうございますおかげさまで本日2022年12月5日午後8時より風花窓科大学を無事に開校することができました本当に ありがとうございます、えー、ここまで、えー、至るまでには多くの方々のご支援ですねそして励ましのお,お言葉など多数いただきましてようやく解雇に至りました心より感謝申し上げます」となんか固い挨拶になってしまったんですけどもまあ実はですね今日うんタイトル この動画のタイトル「試練の船でとしようと思ったんです」というのはうーんんかつにもですね昨日うーん日曜日でしたけれども昼間、えー、外食しましてねうんその外食したそのお店でどうやら風邪をもらっちゃったみたいでで今日、ね、発熱してしまったんですよね。でも、まあ、今日8時メルマガ第1号を 配信まあそれは下書きとかできてたもんですから配信できたわけですけれどもまあということでまさかね最近外食してなかったんですけど外食してねまさかそのお店で、えー、風邪というのかなインフルか分かりませんけれどもうんなるとは思ってもいませんでした。まあ、ただ食事はできてますしそんなに すごい高い熱が出ているわけじゃないので大丈夫です。ももう明日,明日もまた、えー、2回目の講義メールマガを送りする予定でおりますでですねその「風花円岡大学」なんですけども,もうこのプロジェクトというのかなこの「ま、風花円岡大学に」にやはり力をね私はもう注ぎたいと思っていて。 ブログの名前も変えました。私の前「えーえー、風花未来の学び、えー、塾」というふうにしてたんですけどそれをもうストレートに「風花円塚大学ブログ」としてみましたそしてトップページは固定ページにして「風花円塚大学をごめんなさい固定ページは違うんです風花円塚大学の 募集要項と申し込み方法というのをもうトップページに持ってきて、えー、分かりやすくということなんですね。そして公式ページのもっと詳しいページは、えー、ここになるわけですよね。で12月1日から選考受決してまして今日12月5日から一般募集が始まりました。これもちょっと、えー、長いんですけど募集要項を でですね、一般募集開始になってます、まあまさにその募集そのものが通常は一般募集なんもんですか,ですかあえて一般募集とはここには書いてないんですけども、えー、こういう感じで、えー、今まではメルマガで募集してたんですけどもこのように、うん、このページからブログページから お振り込み先の銀行口座、銀行情報も含めても掲載してますので、メルマガを開く必要もなくですね、このページからお申し込みいただきます。まあ楽天銀行なもんですから、まあえー、インターネットでね、お振り込みいただきやすいかと思います。えー、というような感じですね。えー、あとは、うん、私の ました、まあ実は詩の朗読ラジオという名前のチャンネルでやってまして前は「風穴ラジオ」だったんですけど、まあ、しょっちゅう名前が変わってきたんですけども「風穴窓科大学」の専用の YouTube チャンネル欲しいなということでこちらを「風穴窓科大学チャンネル」という、まあ、最後に「CH」をつけてますよね。で れこちらは風穴、ま「風花円塚大学」ブログとしてます。でツイッターの方も今日書き換えまして日本初のブログロである「風穴未来が風花円塚大学を開校!」というのを一番上にの持ってきました。ということでこれからですね「風花未来チャンネル」も継続しつつ この風花まどか大学に全力で取り込んでいきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。繰り返しになりますけれども、も、うんん風穴まどか大学ブログのん、うん、これトップページでも構いませんし。し、えー、このもっと詳しくというここをリンクしていただいて、こちらすごく長い長いページになりますけど、も、読んでいただいて、えー、ここから。 募集要項からお申し込みいただけますのでこれは募集要項締め切りはありません何日までという締め切りはありませんいつでもお申し込みいただきますそして過去,過去のテキストとか動画まだ動画はないんですけど動画とか出ましたらそれはメンバーズメンバーズというのか大学生大学の生徒さん専用の ページも今日作りましたのでそちらの方にそちらの方でテキストもお読みいただける動画もご視聴いただけるようにしてありますのでご安心ください。はいということで今回はですねうーんもういきなり風邪ひいてしまったんですけどもうこんなことにめげていられません。明日もメールマンが配信いたします。火山な窓ガ大学ついにスタートいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。 それではまたお会いしましょう。